フラクタルは A-1 ピクチャーズ制作の日本のテレビアニメ。2011年1月から3月までフジテレビの痛みな枠などで放送された。ストーリー原案として東広樹が初めて制作に参加したアニメ。本作をもっての痛みな枠の解説以来制作に関わってきたアスミックエースエンタテインメントがスポンサーから撤退している。 フラクタルというタイトルは、監督の山本が、北野武士が、映画、武氏 S の仮タイトルとして発表していたものを流用した。32世紀のアイルランドを舞台としており、いくつかのエピソードでは、ゴールウェイに実在する場所が登場する。物語の発端となるクレインの住む島は、東博の提案に基づきアラン島をモデルにした。フジテレビプロデューサーの山本孝二は、 番組の視聴率がの痛みな枠のワースト記録を作ったことについて、これは作品の良し悪しではなく、プロデューサーの責任だ。と述べた。東ずまは番組終了後、インタビューやユーストリーム配信で山本博史とは脚本の方向性をめぐって対立し、一時は交番も考えていたと明かしているが、スタッフはすごく良かった。監督が耳を傾けてくれたら、 いいアニメになってた、監督がやりたかったならそれでいい。でも、責任を取ってほしいと述べている。数年後、山本は、岡田敏夫との対談で、俺何やりたかったんだろうと思って、非常に困ったのが、フラクタルです。と当時を振り返っている。22世紀に確立された世界を管理する、フラクタルシステム。それは、 ネットワーク化された数兆の計算機の総体で人体にフラクタルターミナルを埋め込みライフログを定期的に高々と浮遊サーバに送信することですべての人が基礎所得を受け取ることができるシステムである。これによって働く必要も争う必要もなくなり人類は楽園のような生活を手に入れた。そして ドッペルと呼ばれるアバターを使うことによって、どこでも好きな場所から自由に、コミュニケーションを取れるようになって以来、多くの人は定住せずに悠々自適に暮らす、個人主義の社会が形成されていた。しかし、システムの恩恵が得られてから千年が経過し、電波を中継する、バルーンのほとんどが故障し、システムは崩壊の危機にあった。だが、もはやシステムを管理する、 総員ですらシステムを修復する術を忘れてしまい、残された手段は再起動だけだった。この世界で珍しく、家を構えドッペルも持たない少年クレインは、ある日システム再起動の鍵となる総員の少女、フルュネと出会う。クレインは、フラクタルシステムを否定する、ロストミレニアムの一派、グラニッツ一家に追われていた彼女を保護するが、翌日彼女はブローチを置いて消えてしまう。 残されたブローチを解析すると中からネッサと名乗る少女のドッペルが現る。その後二人はグラニッツの演技たちに拉致され総員の星祭りの妨害に連れて行かれる。そこでクレインはただの祭典だと思っていた星祭りが実は体内のナノマシンをアップデートすることによってフラクタルシステムに疑問を抱かないようにさせる洗脳行為であることを教えられる。その時クレインは 総員の人の中に、フルネの姿と、彼女を、お姉様と呼ぶネッサとウリ二つの少女の姿を見つける。グラニッツの、リーダースンダは、フルネを拉致するが、それが、きっかけとなり、総員に指名手配されることとなる。クレインたち三人もグラニッツの船、ダナンに乗り、逃亡生活を共にする。その道中、システムの故障により、システム圏内を求めてまよう、難民の姿や、 ロストミレニアムのアラバスターのディアスたちが彼らを騙してターミナルを除去し強引に仲間に引き込む姿を見る。クレインはロストミレニアムのやり方に疑問を抱く一方で彼らと生活するうちにシステムに魅力を感じなくなっていった。それからしばらくしてクレインとネッサはシステムが完全に機能している。完全都市、ザナルに偶然たどり着く。 創員のウイルス攻撃によって熱を出した熱さを都市に住むミーガンとコリンが解放するがミーガンは賞金欲しさに創員に通報。それに気づいたクレインは逃げ出すがコリンの攻撃によりクレインが重傷を負ってしまう。助けに現れたフリュネは通報を受けて現れたバローにクレインの治療と引き換えに投稿する。創員のとある施設で目が覚めたクレインは ネッサとウリ二つの少女、フルネと再会する。クレインは彼女に案内された施設の中でガラス管の中に浮かぶ無数のフルネたちとそのフルネたちが次々と処分される様子を目撃する。グラニッツと共に駆けつけたネッサの力を借り、クレインはバローにもて遊ばれていたフルネと共に逃げ出す。だが、アラバスターの攻撃によって施設が破壊され、 少女のフリュネも犠牲となってしまう。この事件をきっかけとして、総員は、最市長モーランが、全世界にロストミレニアムの排除する、胸の演説を行い、フラクタルに依存する、人々の敵意が、ロストミレニアムに向けられる。だが同時に、フリュネとネッサが、システム再起動の鍵となることに気づいていた、ディアスの意見により、総員との全面対決が決まり、ロストミレニアムは、 総院の本拠地である、軌道エレベーターへと向かう。澄んだに村に残るように命じられた三人は、ずっと一緒にいようと約束するが、フジュネは、再市長モーランを説得して、すべてを終わらせるため、また一人で総院へと行ってしまうが、クレインもまた、ネッサととともに、フジュネを追いかけるのだった。創院へと戻ったフジュネは、千九百二十三番目のフジュネである、モーランに、 戦闘停止と熱さを見逃すよう願い出るが、モーランはそれを拒絶した。フラクタルの再起動を人類のためと口にしてきたモーランだが、フリネと違い、鍵にもなれず、誰からも愛されなかった彼女は、世界に対する復讐として、システムを維持することによって、人類をシステムに依存させ、緩やかに滅ぼそうとしていた。同じ頃、ロストミレニアムと合流したクレインたちは、 済んだとディアスの手を借りて総員へと乗り込むが、ディアスはシステムの再起動を阻止するため、フリネの殺害を目論んでいた。クレインはモーランの本心を知り逃亡していたフリネと再会するが、その場に現れたバローにフリネが捕まってしまう。そして、クレインにシステムの鍵にまつわる過去を話し始める。システムが作られた当時、再起動の鍵となる。 ある少女の生体データが登録され、それは肉体と心の二つに分けられた。そして長い年月が流れ、再起動の時が迫った時、なぜか鍵は機能しなかった。総員は長い間10歳の少女のクローンを作り続け、彼女たちに心を入れてみたが、どれも機能しなかった。クレインが以前見た施設はそのクローンたちの処分場であった。さらに、 年月が立ち鍵を作る仕事を任されたバローは偶然、鍵となった少女が、父親から受けた性的虐待によって二重人格となり、16歳の肉体20歳の心を宿していたことを知る。真実を知ったバローは、同じように16歳となった152,589番目となるフルネを同じように凌辱し、鍵となるフルネを作り出したのだった。 バローは勝ち誇った笑みを浮かべるが、その直後に、フルネによって刺され、フルネは、再び逃亡した。事実を告げられ混乱するクレインだったが、合流したエンリに一括され急いでフルネの後を追う。だが、モーランはシステムを再起動させるため、フルネを、最上階の、空の屋根へと誘う準備を進めていた。住んだたちとに、フルネに追いついたクレインだが、その場に現れたディアスが、 モーランと共に自爆した。混乱の中、スンダは3人を空の屋根へと向かうエレベーターに乗せると、再起動させるか否かの選択を3人に託し、空の屋根へと送り出した。ネッサは激しいダメージを受けたことで存在が消えつつあった。ネッサを助けるため、フルネはネッサと一つとなって、システムを再起動させようと考える。クレインは自分がフルネを思っていること、 だから三人で決めようと伝える。空の屋根へとたどり着いた三人は、鍵となった少女の映像を見る。辛い過去を背負いながらも笑っている少女の姿を見た。フジネは再起動を決意した。それから一年。システムは再起動したが、これまでシステムを管理していた総員が消滅したことによって、次の再起動は不可能となった。システムに依存してきた人々は、 グラニッツのリーダーとなったエンリの指導のもと、徐々にロストミレニアムと同じ昔ながらの生活様式に移っていった。クレインは再起動以来眠り続けるフルネと共に生活していたが、ある日フルネが目覚める。フルネはクレインの思いに応え、自分もクレインが大好きだと伝える。クレインは涙してフルネを抱きしめるのだった。フラクタルシステムを否定する。 ロストミレニアム運動内の一派。全員がフラクタルターミナルを適出しているためシステムの恩恵は受けられず、ドッペルモバイザー等をつけなければ見ることができない。落下してきたフラクタルの星を集めて作ったダナンと呼ばれる船を持っている。食事も家族一緒に取るようにしている。移動するときはなるべくフラクタルシステムの県外を選んで活動している。 県外ではない時は近くの住民の許可を得ている。星祭りの襲撃の後、一家全員が指名手配犯となった。フラクタルシステムを管理する組織。巫女が願いを捧げ星の加護を受ける儀式、星祭り等を行い、システムを維持し続けている。元は科学組織だったが、千年という長い時間が経つにつれ、今は宗教の様相も呈している。 鍵と呼ばれるものを使って崩壊しつつあるフラクタルシステムの再起動をしようとしている。起動エレベーターの中継地点を総員の一大拠点としている。アニメ評論家の藤津良太は放送終了後、朝日新聞のコラムで現在のアニメのグ位に見えるアニメによるアニメ業界批評にも見える作品などと評している。脚本家の沼田康弘は本作について スタジオジブリのスタイルにとらわれすぎている点と、主人公の動機が曖昧な点を批判している。アニメ評論家の氷川隆介は、公式本の機構において、綺麗に破綻なく、作る、どう売れ筋に載せるかという現在主流の価値観から、すれば、これは、決してよくできた、テレビアニメとは言えない。あまりに歪に感じられる点が多いと指摘している。BD としては年度ロイドプチ付きの数量。 限定生産版と初回限定生産版 DVD は初回限定生産版1系統のみと計3系統で発売されている。第1巻のみ2話収録で第2巻以降は各巻3話収録となり全4巻。発売元はアスミックエース、フジテレビ、販売元は東宝である。各巻ともパッケージイラストはキャラクター原案の左描き下ろしで、 封入特典には、ブックレットとポストカード、劇ともピアノ楽譜が封入されている。各巻のオーディオコメンタリーは全話に収録されているわけではなく、各巻の中で特定の1話のみの収録である。スクウェアエニックスのウェブコミック配信サイト、ガンガンオンラインで2010年9月30日更新分から2011年11月17日更新分まで連載された。作画は、 赤崎むつみ。内容はアニメ準拠となっている。2011年6月、作者の赤崎がブログで原作を非難したことに、原案及び監督の山本が激怒し打ち切りを示唆した。翌7月に制作委員会と監督に対し正式に謝罪をし、打ち切られず、アニメのストーリーを描き切って完結した。あずまひろきによる小説、フラクタル。 リローデットが2011年1月6日発売のダヴィンチ2011年2月号から4月6日発売の5月号まで連載されていた。同5月号では2011年秋に単行本が観光予定と告知されていた。舞台はアニメの最終話でシステムが再起動した大初期化の事件から200年後の世界。主人公はクレインの子孫であり、 祖先の真実を探すストーリーとなっている。東は小説の内容に関し、アニメ版批判みたいなメタコンテキストを入れたとしている。2011年3月23日からニジボックスがモバゲータウンとグリーでリリースしたアイテム課金制のソーシャルゲーム。ブラウザゲームとしてソーシャルゲームが配信されていたが、他に取り下ろしボイスを収録した。 フラクタル目覚ましフリュネネッサが2011年8月12日に発売。フラクタルのキャラクターであるフリュネとネッサの声を収録している。フラクタルリローデッドに関するカテゴリー。ありがとうございます。